愛好堂清水寺は、兵庫県加藤市にある、天台宗の寺院。三号は、御嶽山。本尊は十一面千珠観世音菩薩。西国三十三所、第二十五番札所。同じ西国三十三所の、第十六番札所である、京都市の音羽山清水寺と区別するため、万州清水寺とも呼ばれる。本尊真言、御馬皿たらまきりくそ赤子英歌。 哀れレミ広式門の品々に、何よか波のここに、清水寺殿では1800年前、天竺像の宝堂が創建したとされ、水古天皇35年に、水古天皇時期時期に、根本中道を建立。さらに、仁紀2年、聖武天皇が行記に命じて、大公道を建立したと伝える。日本へ仏教が伝来したのは6世紀のことであり、1800年前に、 報道が創建との伝承は後世の二託である。報道は天竺から紫の雲に乗って日本へ渡来したとされる伝説上の人物である。報道回帰を伝える寺院は兵庫県南部に集中していることから、天竺から紫の雲に乗って云々はともかくとして、その由来につながる仏教者がこの地に存在したことは想定される。1913年に 根本中道や大行道などが消失するが、1917年に再興されている。駐車場のすぐ上にある、二王門をくぐって左へほぼ平坦な石垣の道を約300メートル歩くと、薬師堂があり、大行道がある。その右側の石段を上がっていくと、途中の右側に地蔵堂、左側に手狼がある。石段を登り切ると正面に根本中道がある。 その裏側をさらに上がると境内で一番高い標高540メートルあたりに多方島跡がある。旧節国、張馬国、丹波国の三つの国境に位置する御嶽山の山頂付近にあり、かつては2キロメートルの山道を登るしかなかったが、1975年に登山道路が開通した。愛野駅から新規バス、清水寺駅で終点、清水寺下車。 本節での報道専任人に関する記述は田中久夫仏像のある風景の87ページから97ページに寄っている。兵庫の塔、前田茂雄、北村康夫、1984年神戸新聞、出版センター。兵庫の塔、前田茂雄、北村康夫、1984年神戸新聞、出版センター、文化遺産データベース、大東。 文化庁、2015年11月29日閲覧。文化遺産データベース、大技ホッケ教官第5。文化庁、2015年11月29日閲覧。文化遺産データベース、清水寺根本中堂。文化庁、2015年11月29日閲覧。文化遺産データベース、清水寺大行堂文化庁、 2015年11月29日閲覧。文化遺産データベース、清水寺主郎文化庁。2015年11月29日閲覧。文化遺産データベース、清水寺本坊文化庁。2015年11月29日閲覧。文化遺産データベース、清水寺客伝。文化庁。2015年11月29日閲覧。 県指定文化財、加藤氏。2020年3月9日閲覧。市指定文化財、加藤氏。2020年3月9日閲覧。西国33書巡り JTB パブリッシング、学学ブックス。2015年。118ページ。ISBN 978から4から533107221。2019年12月20日閲覧。 ありがとうございます。